まずはパワーがすごく出しやすいっていうことですね。あとは一番の僕メリットと感じているのはノッキングが出にくい、なので安心してまずセッティングできるっていうのと、あとはレースの本番でも、まあ、エンジン壊す心配がかなり少なくなるっていうのが一番の僕メリットだと思うんですね。メガステ高いって言われてますけれども、実際に使ってみてコストパフォーマンスはやっぱり割れると感じになられます？実際うちの車でセッティングした時は、大体20リッターぐらい使ったんですね。でリッター1000円ぐらいじゃないですか。ということはセッティングに必要な、ガソリンが2万円と。であとはレース中に使うとしてもですね、まあ、数万円1日に、まあ、数万円はガソリン代として必要ですけれど、通常のガソリンとの差額を考えた時にエンジンを壊さないっていうことを考えたら全然安いと僕は思ってます。なので安心感を買うっていうことと、あとプラスアルファのトルクを出して、それが例えばタイムアタックであればコンマ1秒とか100分の数秒かもしれないですけど、タイムに結びついてなおかつエンジンが壊れないっていう大きなメリットを加味すれば全然高いとは僕は思ってません。実際にレースガソリンの配合量なんですけども、廃翼ガソリンと冷ガス 50%50% で使った時と実際に 100% で使った時でどう違いとかってデータ上出ましたかね？まずオクタン化の違いによるやっぱノッキングの出なさっていうのはやっぱ違うと思うんですよね。で 50% 混ぜただけでもうんとこうノッキングの度合いが減るんですよ。ですから、まあ、実際セッティングの細かい話になりますと、50% 廃翼ガソリンと 50% の割合で混ぜてセッティングしたときに、点火時期で大体3度から4度、どうかしたらポイント的には5度ぐらい進めることもできたんですけど、100% で使うとさらに、5度ぐらい進めるポイントも出てきました。部分的にはね3度ぐらいしか進まない部分もあるんですけれど、それによる、トルクのアップっていうのは間違いなくありますし、うちは2ローターロータリーエンジンでブースト 1.5 かけてますけれど、50% で使った時よりも大体20から30馬力ぐらいはアップしてます。トルクで 3,4 キロ上がってます。でなおかつノック指数に関しては、減ってます。なので、ドライバーにもね、まあ、別にここまでしか回しちゃダメだとか、ブーストあんまり上げちゃダメだとかっていう注意をしたこと実はないんですね。でなおかつ去年もそうですけど、まあ、エンジンうちは壊したことないのでレース中にですね、まあ、それがスノコのガソリンを使うメリットだと僕は思ってます。